1993年4月、大仁田篤は22日の後楽園ホールに向けてトレーニングを開始した。しかしこの2ヶ月前、彼は生死の境をさまよっていた。大仁田が体の変調を訴えたのは2月16日、鹿児島でのことだった。16日に鹿児島に向かったんですよ。初めてですね、あんなのは。初めて自分で試合をやってて、リングは逆さまに見えるんですね。その中で何をやってるのか自分でわからないんだけど、試合が終わっていて、自分で救急車を呼んでもらって自分で乗り込んで病院に向かったんですよ。女医さんが来て僕に言うんですよ。あんたなんでこんな体で試合やんの。喉が5ミリぐらいしか開いてないじゃん。僕は自分の中で明日は大丈夫だろう、小倉の試合は大丈夫だろうと思ってたんですが、それからの記憶がぷっつりなんです。大仁田は急性扁桃周囲炎で鹿児島市立病院に入院。当初医師の診断では1週間ほどで退院できるはずだった。しかし入院から5日後の21日、容態は急変する。マネージャーから電話があってですね、その午前中先生と話した時はもう安心していいよって言われてたものがですね、先生がもう顔色が変わっちゃって、もうとにかく走り回ってると。でその急にその病棟がですね、普通の一般病棟だったんですけど、そこからその集中治療室に運ばれたっていうわけですよ。それで先生がもう20人ぐらい集まってきたってわけですよね。何かありますよって言うんですよ。やっぱり非常に今危ない状態だと。でその炎症がですね、いろんな薬を使っても良くならないと。で今まで7種類ぐらい抗生物質を打ったと。である程度7本目でやっと効いたと思って、肺がきれいになったと思ったんですね。レントゲンで見たらそれが逆にもっと広がってしまったと。とにかくもう使う抗生物質がないっていうわけですよ。もう全部使い果たしちゃって、あと残るは2本、これも本当に危険な薬だって言うんですよね。医師団は24時間体制の治療を行った。人工呼吸に人工透析、さらには高熱を下げるため全身を氷漬けにまでした。その甲斐あって病状は徐々に回復。3月1日、ついに意識を取り戻した。起き上がったすぐに会社大丈夫か、会社のことが一番心配だった。3月25日、40日間の闘病生活に打ち勝ち、大仁田はついに退院する。しかし医師からは3ヶ月間のドクターストップが言い渡された。にもかかわらず5月5日、川崎球場での時限爆弾デスマッチを発表。同時に会社に迷惑をかけないために FMW 社長を辞任、責任は全て自分にあるという誓約書を提出してまでも再びリングに上がることにこだわった。4月22日、後楽園ホールでの復帰はもう目前に迫っている。現状で細菌にほとんど侵されましたから、腎臓まで多分 100% の回復は見込めないと思います。100% の回復は見込めないけど、やっぱり俺は上がり続けなきゃいけないんだなと思うんですね。それが何が僕にそうさせるのかよくわからないんですけど、多分ね、これが一番僕の表現場所としては一番いいところだ。
現在下がってください。ベッドで覚めて起きた時、俺の体中に無数の点滴が埋め込まれていた。その時生まれて初めて、生まれて初めて生まれて初めて一瞬だけだけど、俺何やってんのかなと思ったんじゃ。だけど俺は間違ってた。始まって間違ってた。俺を待ってる不安がいるじゃねえか。俺を信じて待つ不安がいるじゃねえか。たとえいいじゃねえか、もう。たとえいいじゃねえか。たとえ細菌に侵されて死のうとも、この傷の中から細菌が入ろうとも、俺はやっぱり、とりあえず命を預けてるんだ。テレビ番組に言っといてくれ。正々堂々と言うな。俺も正々堂々とこのシリーズ乗り越えて 5.5 のキングに上がるから。これは誰にも荒らしたられたくない一対一の男のリングじゃ。本日は FMW 限定川崎球場大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。
25分50秒25分50秒大河ためにより二上美紀子、斉藤みどり、紅谷社、穂積板子、イーグル沢井組の勝ち。
大丈夫。20分経過、20分経過、ペインデミネータス、ペインデミネータス。全日本女子プロレス140番のトヨタ
200バンドコンバットトヨタイム、船付け140バンドクルドメゲメイ。
ゴンケかゴンケか。
Yeah!
Cavalry!
Learn the win!
Weg die Gans! Lauf! Weg die Gans! Fight! Thank you.
皆様本当にありがとうございました。それでは次のメインに行われますノードップ有志鉄線電流爆破超大型次元爆弾デスマッチのルールと概要につきましてもう一度ご説明いたします。概要、ビッグマッチ等で使用する通常の電流爆破のデスマッチのリング、有刺鉄線で200ボルトの電流が流れ160発の小型爆弾を設置、の周りに1面2個計8個の金属製の箱にコンクリートブロックで固められた約20センチ×20センチの超大型爆弾が置かれる。超大型爆弾は10分経過とともに本部席に置かれたスイッチが入り、その5分後、計15分後に計8個の爆弾が一気に爆発する。タイマーは途中解除不可能。ルール、試合は時間制限一本勝負で行われる。基本的にフォールもしくはギブアップのみの完全決着ルールによって行われるが、試合時間が10分を過ぎた場合、その5分後に起こる爆発の衝撃により何らかのアクシデントが生じた場合はレフェリーストップもあり得る。以上となります。本日のメインイベント、ノードップ有刺鉄線電流爆破超大型次元爆弾デスマッチ、時間制限一本勝負を行います。赤コーナー260番のデリーバンカリー、青コーナー240番の
紙テープは大変に危険です。紙テープは大変に危険です。お投げになりませんようお願いいたします。Thank you.
Oh,
爆弾まで1分30秒I appreciate everything you did for me out there. Thank you. I mean it from my heart. Thank you. But I cannot be beat by you. No. Next time, my rules.
You wrestled barbed wire match before. You wrestled blow-up match before. Next time, teacher's rules. You understand?俺のやっぱり師匠ですよ。あの人から技術面なんて何も教わっちゃいねえ。たった一個だけ教わったのがスピニングトーホールだよ。そんなもん一回も使ったことない。スピニングトーホールなんて俺がかけたってのはもう聞きやせん。あの人からたった一つ教わったのはハートですよ。心ですよ。才能ないけどさ、才能ないけど、あとちょっとだけさ、あとちょっとだけ、あとちょっとだけ行きたいな。